満艦職で東初礼を取るコロンビア海軍の練習班船、グロリア東初礼とは、小船の出航時に船員をほげたなどに配置し、見送りに来た来客に対する謝礼を行うもの、小船において最高の礼とされる。由来としては、乗組員をほげたという戦闘準備ができない位置に配置することにより、 戦内で砲の玉めなど戦闘を起とした行動をしていないことを相手に証明するという行動が元になっている。日本国内では現在、独立行政法人公開訓練所が所有する帆船、日本岸海洋丸が訓練公開のために出港する際に訓練生による当初令が実施される。また、大阪市が所有していた帆船、憧れによる大阪市消防で染式において、 登る省令を見ることができた。桃源令にて、真珠湾に入港する空母エブラハムリンカーン。桃源令にて、真珠湾に入港する練習艦鹿島艦船の場合は、桃源令が行われる。手の空いた乗員が、甲板上に集合し、直立して、港にいる者から見送りを受けるスタイルが多い。軍艦では、他国の港へ入港する際、清掃した乗員が敬礼を行う。 空母では戦闘準備や戦闘を起としないことの、照明という故事にのっとり、艦載機を飛行甲板上に並べることが多い。アメリカでは、真珠湾に入港する船舶は軍民問わず、桃源令を行う伝統がある。海上自衛隊では、正式名称、桃源の敬礼といい、天皇機を掲げている、自衛官その他の船舶及び、艦艦式における、 関越官の上官する自衛官その他防衛大臣の定める自衛官その他の船舶に対してや沿用公開等のため出航する自衛官とこれを見送る自衛官の間で行われる。手順は、ラッパまたは合敵をもって気を付けお礼し、総員が原則または上官班に整列し、幹部自衛官及び順位は挙手の敬礼を、総長以下の自衛官は姿勢を正す敬礼を行う。 式及び周期は、敬礼を受ける自衛官との最近接点の方位の約45度前から敬礼をはじめ、最近接点の方位の約45度方向に遠ざかるときまで継続するものとし、ただし、距離、速力等によりその時期を適宜変更することができるとされている。また、港からの出港時などには、厳密には、桃源の敬礼ではないが、 当源の敬礼の合間等に上院と見送る隊員が、互いに帽子を振る、棒触れが行われている。アメリカ海軍の空母では、上空からの写真撮影を考慮し、飛行乾板上に一文字を描くなどのパフォーマンスを行うこともある。海洋丸、遊美に、総補天パン意味水当小撮を披露。北国新聞。オリジナルの2015年4月2日、時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 5 0 4 0 2 0 9 0 2 5 9 h t t p w w w h o k k o k u c o j p s u b e p a g e t 2 0 1 4 0 7 2 2 2 h t m 2 0 1 4年7月22日閲覧 自衛隊の礼式に関する訓令第5節第43条第1項自衛官は天皇旗を掲げている自衛官その他の船舶及び官官式における官越官の上官する自衛官その他防衛大臣の定める自衛官その他の船舶に対しては全2条の規定に関わらず当元の敬礼を行うものとする遠洋航海等のため出航する自衛官とこれを 見送る自衛官との間においても同様とする。自衛隊の礼式に関する訓令第5節第43条、第2項、同言の敬礼は、ラツパまたは合敵を持つて、気をつけを礼し、総員が、玄はまたは上官般に整列し、幹部自衛官及び順位は挙手の敬礼を、総長以下の自衛官は姿勢を正す敬礼を行う。海上自衛隊礼式規則第4節、 第26条、訓令第43条の規定により当原の、敬礼を行う場合は、敬礼を受ける自衛官との最近接点の方位の、約45度前から敬礼を始め、最近接点の方位の、約45度方向に遠ざかるときまで継続する、ものとする。ただし、距離、速力等によりその時期を適に変更することができる。ウィキメディアコモ Commons には、 当省令に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。